皆さんこんにちは、タッシアンダンサーキャバンです。今回はですね、PS1 の、光栄が出しているゲームですね、アンジェリークスペシャルというゲームをやっていこうと思います。僕買ってから光栄さんのゲームだって気づいたんですけれども、なんか光栄って聞くとね、僕個人的には太閤立志伝とか、信長の野望とかちょっとお堅いゲームの、イメージがあるんで、光栄こんなのも出してるんだっていう感じでね、ちょっと感動しましたけれども、今回 PS1 の こちらのゲームやっていきたいと、思います。まあトゥルーラブストーリーが、一人の男子高校生になって女性と、愛を育むみたいな話でしたけども、今回の場合はどうやらパッケージを見た感じでは、女性主人公になって、おそらく登場人物がイケメンたちなのでね、男性たちと愛を育むみたいな話じゃないかなと思います。この光栄ね見るともう値氷試練だ、リコエーションゲームって出るんだろうな、お、ネオロマンスゲームって感じなんですね。ちょっとこのまま流してるとオープニングになるんで、ちょっとオープニング見ましょうか。はい、ねえねえ、もう行かなきゃ、とっても大事なお話があるって聞いたよ。せえな、そんなもんはサボっちまえばいいじゃねえか。またそんなこと言って。二人とも遅刻するつもりか。女王陛下にお仕えする守護聖がそんなことでどうする。さあ行くぞ。何すんだってめえ。ああ、やめてよ二人とも。何をしているんですかね三人とも。どうせこんなもんだって。それより何なのさ、こんな急に守護聖全員に呼び出したなんてさ。いや、まあそれはですね、そうか、ついに見つかったのだな、次期女王候補と例の惑星が。女王候補と惑星、それは一体。候補が二人上がっているのです。そのどちらかを次期女王と決めるにあたって、惑星を育てる試験を行おうと陛下はお考えです。私たち守護星の力を正しく使いこなせるかどうか、その惑星で試させるという試験なのですね。それで次期女王候補の二人とは。ええ、一人はロザリアでカタルヘナ、女王や守護星を多く出した名門貴族カタルヘナ家の出身で、彼女自身も女王候補として非常に優秀な素質を持っています。そしてもう一人は。金の髪の女王候補。はい、ということでね、今オープニング見ましたけれども、いやー、僕声優さんというかね、いい声の人好きですから、すごいですね、めちゃめちゃ男性の声優さんでね、素晴らしい方たちが揃ってますけれども、で2人候補がいて、青髪の子とこの黄色い髪の子がいて、どうやら黄色い髪の子は名門ではおそらくなさそうな感じでしたね。で多分この子を女王にするのかな。あ、ライバルだ。あんたなの？私の他に女王候補に選ばれたのは。あ、三石さんだ。同じスモルニー女学院の生徒といっても大貴族で優等生で、しかも美人の私とは大違いの。嫌な感じだぜ。何の取り柄もないあんたが。まあいいわ、どうせ私が女王になるんだから。じゃ、扉を開けるわよ。いいわね。うん、嫌な感じのやつなんだな、ライバルな。ライバルもいい子なんだと思ったら、もうこれはね、ガンガン勝ちたいですね。とはいえ僕ちょっともう完全初見なんで。おっと、さっき出てたイケメンたちですね。僕は黒髪の塩沢さんのキャラクターがいいな。塩沢さん声良すぎでしょ。いや、他にもいい人たくさんいるけど。もう聞いたことある声の方たちばっかりでしたね。ガンダムとか見てるとね、もう ほぼ網羅してるんじゃないかな。あ、右の人かも。ここで右にいる人かも。あ、ここは喋んないんだ。
次期女王候補に選ばれし者たちを女王陛下にご挨拶を申し上げるように。ロザリアで、カタルヘナでございます。乙女座を守護星座に持ち、血液型は O 型です。私の名は、あ、ここで自分の名前出すんだ。え、こんなのわかんないよ。ハテナ、ハテナってどういうこと。あんたって本当に何も知らないのね。女王様に名前を申し上げるのよ。例えば、いやいや、そんなわかるよ、それはわかるよ。ロ、ちょっと、わかったわかったわかったよ。わあ、めんどくせえ、罰ボタン受け付けねえ。ロザミアですでいいのかな。はいはいはい、これが私の名よ。あんたも早く申し上げるのよ。なるほどね。ちょっと待って、こっちやどうや、これ、デフォルトネームとかないの。名前とはそのものの本質を表す最も重要なもの。人に何と呼ばれるかはとても大事なこと。自分で決められないのなら、私が良い名を授けましょう。お願いします。あ、ではアンジェリーク、アンジェリークでお願いします。これは私の名前でもある。星を導く使命を持つ子よ。どうか我らが願いに応えてほしい。おー、でもいい名前じゃないですか。これ裏技的な名前じゃね。アンジェリーク、そなたの守護星座。やべえ、わかんねえ。さっきの私の守護星座、さっきの黒髪の方は何でしょうか。サソリ座かな。なんかタロットやってたよね。絶対双子座じゃなさそう。僕双子座なんですけどね。うわー、これはあの人狙いでいこう。なんだ、サソリと見た。サソリ。そして決意型は、これは合わせよう、大型。決まりよ。はい、誰よサソリ座。アンジェリーク、ロザリア、女王の名において2人を次期女王候補としてここに指名する。これからそなたたちはどちらが宇宙を滑る女王としてふさわしいかを決める試験を受けるのだ。時代の女王を試験で決めるのは異例なことであるが、これもそなたたちの優れた資質に期待するゆえ、次期女王として自身の持てる力を示してほしい。試験には彼ら守護星たちと我が代理のディア、まあ、さっき言った方ね、女王候補官のディアを使わそう。そなたたちは彼らの力を借りてこの試験を行うことになる。星を導く使命を持つ者たちよ、そして我が志を継ぐ者よ、どうか我が期待に応えてほしい。おお、女王様から名前を授かりましたので、もう勝ち確です。私はディア、この試験中2人の相談役を務めます。わからないことがあれば何でも聞いてください。試験の方法についての説明をお願いします。では私から試験の方法を説明する。それは新しい宇宙に生まれた新しい世界を育てること。世界を発展に導く力を持つ我々9人の守護星は、2人の依頼の通りそれぞれ力悟る力を送る。この力をうまく使い、早く規定に達したもの、新しい世界をより発展に導いたものを次期女王とする。ああ、じゃあ単純に男の人たちとロマンスを育むっていうよりかは、星をうまく、成長させたもの、発展させたものが女王になりますよってことですね。わかりました。女王陛下のご期待に背くことのないようにな。守護星の方々については後ほどご紹介いたします。ではアンジェリーク、ロザリア、参りましょう。右の方、お名前を。塩沢様。ん？なんだ？お？あ、この人ね。結局こうなってしまうのなら、ジュリアス。クラビス。これは、女王陛下のご意志なのだ。それに従うのが我々の務め。そうではないのか。光の守護星、ジュリアス。早見さんもね、かっこいいけどね。闇の守護星、クラビス。わあ、闇ですか。私が好きなのは闇か。クラビス様、この次期女王選出には一体何があるのです。女王陛下のご意志とはいえ。聞くな、リュミエール。水かな、クラビス様。
水の守護聖リュミエールで、左にいるのが火かな。女王試験か、面白いことになりそうだぜ。ただあのお嬢さんたちはこの炎のオスカーにはお子様すぎるかな。炎の守護者、オスカー、風かな、違う。ねえランディ、みんな何難しい話してるの。僕よくわかんないよ。実は俺もよくわかんないんだ。ま、俺やマルセルにはあまり関係ないと思うけどな。そうなの。でも上試験なんかワクワクしちゃうよね。僕も頑張ろっと。緑の守護星マルセル、あ、この子もいいね、なんかね。はは、張り切ってるな。マルセルは初めて本格的に力を使うんだもんな。俺も負けてられないぞ。風の守護星ランディ、この二人いいね。なんか若々しい感じね。お堅い感じじゃない。でもよ、新しい宇宙に行けるなんて結構面白そうだよな。俺ちょうど退屈してたんだ。ゼフェル、遊びに行くんじゃないんですよ。いいですか、女王の存在は宇宙にとって。あ、この人はちょっと小難しい人ね。ったく、またルバの説教かよ。鋼の守護聖ゼフェル、説教じゃなくて説明。この人は関さんだったかな、だったんですけどね。いつもながら素早いですね。地の守護聖ルバ、お、一番最後に残ったのは、あー、これ小安さんだったかな。宇宙を支え世界を導く女王か。キャー、みんなムキになってんだろうね。夢の守護聖オリビエ、ちょっとお姉みたいな感じでしたね。オリビエ、みんな行っちゃいましたよ。ルバ、あんたはいつもと変わんないね。は？ああ、結局行かなきゃなんないってわけね。でもなんとなく面白くなりそうかな。ここは喋ってくんないんだよな。いい声の人たちすぎて、ちょっと僕の喋りではちょっと自信がないよ。ああ、まあ今回はですね、ちょっとここまでにしたいと思います。アンチリークスペシャルという PS1 のゲームですけれども、今までね、男性目線での恋愛、愛を取り戻せみたいな実況もやってましたけど、今回、女性主人公になってですね、イケメンたちと、まあ、あの星を、ね、創生、まあ、シムシティみたいな感じなんですかね、しつつ、まあ、男性たちとロマンスをみたいな感じのゲームだと、思っておりますけれども、完全初見なんで多分うまくはいけないと思うんですけど、私はね、闇の守護聖、塩沢さんとうまくいけたらとは思ってますけれども、なんかね、格式高いんでちょっと仲良くなるのが難しいんじゃないかなと思ってますけれども、ぜひ見守っていただければ幸いです。タッシアンダンサーギャマンでした。ありがとうございました。アルルー。